ストーンズ森本慎太郎が公言する親友、平野翔へのラブ。メンバー以上に感じている信頼、ストーンズクイズ7。グループとして初の単独ドーム公演となった、完成の法則インドームが待望の映像化。ライブ DVD& ブルーレイが11月1日に販売されることが決まったストーンズ。 エネルギーあふれるメンバーのエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。モンワン、7月22日放送のラジオ番組、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送、でのこと。森本慎太郎が自身の誕生日、7月15日と、メンバーが誰も祝ってくれなかったと振り返った上で、元キングプリンスの平野翔からは、 ごめん。おめでとうと、誕生日を祝うメッセージが来たと明かした。平野が謝ったに入ることは何モンツー7月7日、今日元大河が映画、言えない秘密、2024年夏公開予定で、初めて映画単独主演することが発表され、意気込みを語ったとき、必死にの練習をする毎日を送っているとコメント。 に入る楽器は何モンスリー・ストーンズのテンスシングル、コッカラの MV が1億回再生を達成した直後の9月22日、ラジオ番組、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、ANN 日本放送でのこと。コーチユーゴはグループ史上初となる快挙に、仲の良い大物芸能人から、おめでとう、と連絡が来たと明かした。 それは誰答えは次のページで。ストーンズ松村北斗が一般人に粘着でオンラインゲーム出勤。肝、田中樹がどん引きも炎上はせず。ジャニーズ解体でも心配ないファンとの特別距離感。26が9月30日放送のラジオ番組、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送で。 オンラインゲームのプレイ中にチャットで思わずやってしまった肝行為を告白。田中樹里28金に肝とドン引きされていた。番組中盤の近況トークコーナーに入ると松村は宇宙船を舞台とした人王神ゲームのようなゲームアプリアマング US にハマっている赤下。ある日、 メンバーが集まるまでの待ち時間に同ゲームのチャット機能を使ってみると、ゲームに関係のない話をしても反応が良かったため、結構あったかいところなんだな、と思ったという。連日チャットをやっているうち、松村は3日目にプレイヤーのアバターの名前などから、自分のファンと思われる人を発見。話しかけてみると、松村をベタ褒めするなど大ファンのようで、 松村北斗って何やってる人だっけととぼけて聞いてみると、何でもできる人、だと称賛され、脳が溶けそうだったと興奮気味に振り返った。その後も松村は正体を明かさないまま、そのプレイヤーに松村北斗を匂わせるような発言をするなど、タレントとは思えないチャットを続け、ゲーム内で協力してやる作業をおろそかにしていた。 ヒロセアリスの相手役何は男子、道枝俊介声は ?10 から30代女子、偽装結婚ドラマで見たいジャニーズ、第4位以下。本サイトでは10から30代の女性100人に、偽装結婚ドラマで見たいジャニーズ、についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下のメンバーを発表しよう。第5位。 4.0%は、嵐の桜井翔と二宮和成、関ジャニエイトのオ・倉忠義、キング・アンド・プリンスの高橋海なにわ男子の大橋和也と道枝俊介が同率ランクイン。桜井翔は恋愛作品への出演は少ないが、2006年公開の主演映画、みつとクローバーで、恋愛に不器用な青年役で青春ラブストーリーを公演。 2017年放送の主演スペシャルドラマ、君に捧げるエンブレム、富士テレビ系では、長沢まさみと夫婦役を演じた。インテリ役でちょっとエスっぽい演技が見たい。18歳、女性、学生フリーター。サラリーマン役が似合うと思うし、家庭的なイメージもあるから、32歳、女性、総務、人事、事務。演技がうまいから、 35歳、女性。二宮和成は公開中の主演映画、アナログで、手作りや手書きにこだわるアナログ派デザイナー役で、春演じる形態を持たない謎めいた女性とのラブストーリーを演じる。中谷美紀、大沢隆夫とトリプル主演を務める10月期ドラマ、ワンデー、聖夜のから騒ぎ、フジテレビ系も注目を集めている。 ヒロセアリスの相手役何は男子、道枝俊介声は ?10 から30代女子、偽装結婚ドラマで見たいジャニーズ、第4位以下。本サイトでは10から30代の女性100人に、偽装結婚ドラマで見たいジャニーズ、についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下のメンバーを発表しよう。第5位。 4.0%は、嵐の桜井翔と二宮和成、関ジャニエイトのオ・倉忠義、キング・アンド・プリンスの高橋海なにわ男子の大橋和也と道枝俊介が同率ランクイン。桜井翔は恋愛作品への出演は少ないが、2006年公開の主演映画、みつとクローバーで、恋愛に不器用な青年役で青春ラブストーリーを公演。 2017年放送の主演スペシャルドラマ、君に捧げるエンブレム、フジテレビ系では、長沢まさみと夫婦役を演じた。インテリ役でちょっとエスっぽい演技が見たい。18歳、女性、学生フリーター。サラリーマン役が似合うと思うし、家庭的なイメージもあるから、32歳、女性、総務、人事、事務。演技がうまいから、 35歳、女性。二宮和成は公開中の主演映画、アナログで、手作りや手書きにこだわるアナログ派デザイナー役で、春演じる形態を持たない謎めいた女性とのラブストーリーを演じる。中谷美紀、大沢隆夫とトリプル主演を務める10月期ドラマ、ワンデー、聖夜のから騒ぎ、フジテレビ系も注目を集めている。岸田文雄総理は、 増税クソレーシック。ブライダルマサコ、ブロック太郎、アキレ政治家たちのネットあだ名の味わい。零細事業者への実質的な増税とも言われているインボイス制度。9月29日には54万人もの反対署名が集まり、岸田文夫総理66の手元にも届けられた。 2021年10月4日の就任当初から投資信託や株式、預金などの金融商品から得た所得である金融所得課税の増額や防衛力の強化に向けた防衛増税に向けても積極的に発言してきた岸田総理。一連の発言から増税推進派のイメージがこびりつき、増税メガネという不名誉なあだ名までネット上ではついてしまった。 このあだ名にご立腹なのは、総理ご本人。9月29日には、スマートフラッシュ、公文社、で、周囲に、レーシックでもすればいいのか。と語っていることが報じられるや、ネット上は大盛り上がり。ついには、あだ名からメガネも外れ、増税クソレーシック、というニックネームにとって変わってしまった。このワードは X、ツイッター。 でもトレンド入り。日本の歴代総理であだ名にクソがついたのは岸田総理が初ではなかろうか。こうした政治家のあだ名やニックネームはなぜ生まれるのか。ネットニュース編集者の中川淳一郎氏は次のように話す。多くは政治家としての資質を疑う行為や不祥事を起こしたことが原因でつけられているように思います。 岸田総理は国民感情に逆らう増税にたびたび言及したことがまずかった。自民党の森政子参議院議員59も同様です。少子化対策の一環として8月12日に自身の X、ツイッターでブライダル業界への補助金事業に関する説明を経済産業省より受けたと赤下森氏。 これにネットは即座に反応。少子化対策として確保された予算から、ブライダル業界へ補助金を回すことには、兼ねてより疑問の声がありました。しかも、この予算案では外国人による沖縄や京都などの観光地での挙式インバウンド需要を呼び込むための受け入れ準備や、海外への情報発信にかかる費用を補助する方針。 これでは国内の少子化対策につながらないと批判が殺到したのです。あまりにも一般市民感覚とはかけ離れた予算案。それを危機として報告する姿に疑問を覚えたのはネット民。彼らが命名したあだ名はブライダルマサコです。全道かわいすぎ半端ない、あのちゃん。すっぴんメガネのベッドでまったり無防備ショットでオンエア祭り報告。 歌手でタレントのあのちゃんが6日までにインスタグラムを更新。ベッドの上で愛病とザレるオフショットを公開した。この日、あのは、1週間の出演情報をまとめ、ファンがまとめてくれたごチェックを何とぞ、とつづり、愛病と一緒にベッドでくつろぐ様子を披露。T シャツ姿ですっぴんにメガネをかけた、ファンにとっては眼福なオフショットだ。 肝心な出演情報は、連日オンエアというあのちゃんウィークとなっていて、なんと10月10日は夕方から深夜まで5本立て続けという活躍ぶりだ。そんなあのちゃんに、ファンからは、かわいすぎ半端ない、毎日どこかにあの、体調管理してくださいね。やばすぎ、どこかで、ストレス発散しないとね、すご。メガネかわいい、メガネするんですね。お似合いです。 メディア露出増えて嬉しいけど、ちゃんと休んでね。改めてすごい数。体が心配だ。猫ちゃん飼いたくなる。引っ張りだこですな。かわいい。もちろん全部チェックしてるよ。毎日あるのさすが、あのちゃん。収録をお疲れ様です。などの声が寄せられて、半端ない。あのちゃん。すっぴんメガネのベッドで、まったり無防備ショットで、オンエア祭り報告。 歌手でタレントのあのちゃんが6日までにインスタグラムを更新。ベッドの上で愛病とザレるオフショットを公開した。この日、あのは、1週間の出演情報をまとめ、ファンがまとめてくれたごチェックを何とぞ、と綴り、愛病と一緒にベッドでくつろぐ様子を披露。T シャツ姿ですっぴんにメガネをかけた、ファンにとっては眼福なオフショットだ。 肝心な出演情報は、連日オンエアというあのちゃんウィークとなっていて、なんと10月10日は夕方から深夜まで5本立て続けという活躍ぶりだ。そんなあのちゃんに、ファンからは、かわいすぎ半端ない、毎日どこかにあの、体調管理してくださいね。やばすぎ、どこかで、ストレス発散しないとね、すご。メガネかわいい、メガネするんですね。お似合いです。 メディア露出増えて嬉しいけど、ちゃんと休んでね。改めてすごい数。体が心配だ。猫ちゃん飼いたくなる。引っ張りだこですな。可愛いもちろん全部チェックしてるよ。毎日あるのさすがあのちゃん。収録をお疲れ様です。などの声が寄せられた。カトリ信号は流れたのに、富士音楽特番で不可解消去。スマップはもう放送不可能。 ジャニーズ大混乱で許可取りが超困難かか。創業者のジャニー北川氏、去年87の加害行為の対応に追われるジャニーズ事務所。その影響が10月5日に放送された、これが定番。世代別ベストソングミュージックジェネレーション、フジテレビ系にも影響を及ぼしてしまったのかもしれない。同番組では、 平成シングル売上枚数ランキングトップ8のコーナーでスマップの世界に一つだけの花が1位に輝いたんですが8位から2位の歌は当時の映像が流れたのに対してスマップはジャケット写真などイメージ映像が映っただけだったんですスマップの解散以降悪い意味で状態化している光景ですが複数の要因が理由でいつも以上に SNS は炎上していますね 女性史ライター。炎上の要因の一つ目は、およそ2週間前の9月20日に放送された音楽特番、解禁。音楽番組名シーンランキングザ・新歌、日本テレビ系で、スマップが2005年に、トライアングルを歌い上げた際の VTR が解禁されたばかりだったこと。この前は流れたのになんで、というわけだ。二つ目は、 9月7日に開かれたジャニーズ事務所の一度目の会見で、新社長に就任した東山のり56と、新会社で副社長に就任予定の井ノ原義彦47区が、改めて忖度撤廃を呼びかけていたこと。そして、特に問題になっている3つ目の理由が、元スマップで新しい地図のカ取り信号46とセブンティーンのコラボ曲、 ベッティングの映像は、ミュージックジェネレーションで紹介されていたことだ。これらに加えて、他のジャニーズの VTR は普通に紹介されていたことから。カトリ信号の映像は新しい地図から許可取れたけど、スマップはジャニーズから許可取れなかったということなのだろうね。信号が流れてスマップ流れんのは理論上わかるけど、ニッテレが流せて藤が流さんのはちょっと。 わからんなんとかせい暴れまわる。えなんでなんで5人うつしてくれないの金プリ流してたやん。忖度かよ信号流せてたのに何の制限意味不明なんだけど。と、SNS が炎上してしまっていたのである。